らしくていて、それで生きていくまで。で、まだ、それで見ると、こんな病気も遊びだ。年取ってくのも遊びだし、から死ぬのも遊びだしね、座禅するのも遊びだし、それから、まあ、こんな話するのも遊びだし、こんな話聞いてくるのも遊びだし、で、みんなね、遊びならだがないんだね。ただね、その中で、結局ね、最も垢抜けした遊びっていうのがあるわけね。それが非常に。で、そのね、最も垢抜けした遊びとは何かっていうか。そうすると、結局今の事故が、今の事故として完結するっていうことが。その、いつでも他との兼ね合いでぐずってる、あるいは他との兼ね合いでその明けを描いてる、それだけで生きてるのね。ところが本当のね、本当の生きがいっていうのはね、その向こう側の明けじゃないんだ。でこの前もあれしたけど、このあれですね、明日のある若い時代、今日は明日のために生きる当てを持つ。若い頃はね、明日があると思ってるのはね、それで今日は明日のために生きる当てを持つ。ところが、明日のない老年期、本当に年取ってくるとね、私もこれつくづくそう思うのね、年取ってくると明日はない、明日のない老年期、ただ今日を完結する深さの中にこそ生きる意味を持つ。これ本当にね、そのもう年取ってきたらね、明日のことそんなに金食べたでしょうね、それ金食べたってね、ただ他の人はもう取り上げるだけだってみんな死ぬの待ってて、あのまさに金持ってたと思うんですけどね、その金を取り上げるだけ待って、それも仲間しまないと、もう待ってられないって、それで立って持っていくやつもいるわけです。それでそういうふうに目の前で持ってかれてても、もう年取って、あ、泥棒って言えなくて、力がなくなっている。それが年寄りだからね、そんなに年寄りになってね、金持つもんじゃない。それで、要するに、ね、結局はね、年取ってきたら果ては描けない。じゃあ果ては描けないとどういう生きがいのものを使うのね。本当の生きがいというのはね、自分が自分として完結する、自己完結する、そこに初めて生きがいを見出しがある、その深さね。だからこれですよ、この結局この老い命を生きてるんだから、この老い命を生きていながら、この老い命、これ事実、今ここでこの無本寿を念じて造物造作するんですね。あ、そう、そのこと、営み、それぐるみ、ここでもって完結する深さ、これだから、これはもう深さってのは図に書けない。どうせどっちへとも転んでも老い命だ、そのただ深さで、今この実物こそ大きいとして、今この実物を一生懸命深めていくと、それ以外まだこれ、まあ私の場合、あのこの創世寺の未読館もね、あと2年だけやるはずことになって、初めから12年で、10年経ったからあと2年だね、あと2年だけはやらなきゃならないというと、明日のために多少その当てがある、なんとかその2年の間、体も持たせなきゃならないとかね、なんとかってあれですけど、これが何もなくなったら、それでもう全ての、それから今私も絶対に何もしまいと思っているのかな。そうすると、もう全ての当てはない。切り捨てちゃうな。全ての当てはない。そうすると一体何、俺は俺っていうのは理解になる。そしたら、こまでも回してきて。見てて楽しもうと思ったけど、またそれ当てにして。
けれどね、これ結局その今出会うところそれぐるみですね。これ出会うところそれぐるみとして自己完結する、その深さですね。それをね、造物造答っていうんだ。これ今造物造答っていうと、お寺の、でもって仏さん作る、あるいは塔を建てるからってビルは合うって、その話じゃねえんだ。造物造答っていうのはね、今ここで自己完結する深さっていうところに塔を建てなきゃ、造物しなきゃ、それなんですよ。造物造答っていうことは、だから今こう出会うところそれぐるみとして造物造答をするんだ。そういうこと、決してね、土木建築の話じゃない。だからね、その今こう出会うところね、これでもってそのいかにその完結するかっていう、ね、それで決して、ね、そのキョロキョロしないことが大切なの。今やってることはね、断念するときには断念でいいんで、その社会事業、俺社会で働かなかったよね、考える必要がある。どうせね、これ人類始まってからね、あれですね、目地にしない時代っていうのはないんだね。だからどうか世界中のどこかで人類を目地にして、それから戦争、なんとか戦争、平和をって言ったってね、人類始まって以来でどっかで戦争して、それのために平和運動しなきゃなんないって言ってやったってね、どうせそのあんたと一緒でその世の中平和になるんだね。だからまあこれ次の時代はどうなるかってね、こんなに若いやつが荒れててどうなるかって心配してるんだけど、それはまあ好きなようにやってもらえばしょうがないって私は思うね。それでどうせ自分は生きるものは自分以外で、それで自分は生きるのは自分以外にないっていうことが、その全てに本当には分かってくれや、みんな自己は自己の深さに生きるならそんなにうずらない。そうすればそんなに戦争しなくてもいいんだし、そんなにその金持ちだけが金持ちで貧乏には飢え死にしなくてもいいんだし、そういうことね。で、ところが今の時代は少しでも損しない、少しでも得しよう、うまいことしようってことばっかり考えてるでしょ、みんな。それだから少しでもいいことはないかって、もうキョロキョロばっかりしてる、キョロ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 してる。でそれに対してそうでない、そういううまいことしよううまいことしようってキョロキョロしてると金感情ばっかりで多い命の感情してない、それだから一番つまらない生き方になっちゃう。でだからただこれただ人間の修理を損益するのみにある、如来の仏性を発露するともがなく、大切なのはこの御命地盤からの計算したこといいですか。このちょっと目の前の金が入ってくる、金を損するって、そっちばっかりの計算して、御命っていうとか計算しなさんとね、そうすると自己は生きるのは自己以外、はい、だから自分が働いた時が自分が働いた。でそれで誠に悲しむべし仏法僧の利説に会いながら仏法僧の本的となりる。事実我々ね、こうして生きてる感じで、みんな多いのを喋ってる。
老い命を生きてるんだから老い命を大事にする生き方ね。そしてまたその実際の修行の場に出会いながら、しかも仏法僧の恩的となる本当にね、修行の場、みんな誰でも彼でもね、修行の場、こういう財形生活してちゃう修行の場にできないと、そう思っちゃう、こっちがいいですよ。どこのどの場でも、その場でもって本当に老い命ぐるみの発無常心しなくちゃならない。三方の山に登りながら空襲にして帰り、三方の海にいながら空襲にして帰らぬことは、浅い戦国万祖の出世に法とも、国土のもなく保守の法を失するなり。いや、本当にね、なんて言ってもね、晩年生活のためには、その金を貯めておくのが大切って、こう、そういう価値観だけ、これも、それを疑わない人間ばっかりが多すぎるもんね。で、結局の話、人間の幸福ってやな、なんて言っても、女房子ぐるみ、なんとか一生、食うことだって、それぐ程度のことを確信して疑わないけどね、そういう人にはね、三方の山に登りながら、三方の空襲にして帰る、三方の海に入りながら空襲にして帰る。で、そういう、その、金金って言ってる今の日本人ね、それにはね、老い命を大事にする生き方。いくら言ったってね、目の前に置いてあっても、これは、まあ、馬の耳に念仏だね。ゴジラのお世辞なんて。で、それじゃあね、国土の語学、保身の方を失するなんて、これ、共感に従わず、知識に従わざるによりて書き残し。要するにね、金金って言っても、金だけが最高価値、最上に大切なものと思ってるっていうのは、日本人がね、結局、世界を見る目が、狭いからですよ。今、日本人が嫌われてるっていうのはね、成金根性で。金世界中行って振り回すから、これまあ、それで自分がどれほど嫌われてるかっていうのを知らないもんで、This is money ってそれで持って買い物してる。そんなね、日本人は This is money っていうのだけでできた世界漫遊できるっていうそういう時代だったね。そうだね、そんなのはね、日本人はそれこそ胃の中の変える大会をしやる絶海孤島のチャンピオンって言葉もあるんだね絶海孤島絶海のその孤島の中で俺一人チャンピオンって威張ってるのでそのうちに世界中の人に嫌われてこれ共感に従わず知識に従わざるによって書くの多くけど、邪心に従うによりて書くものです。まあ、今の、信仰宗教なんか、徳は徳、損は損、損って言って、それで一生懸命、あたかも真理だよって。ところが、本当は、徳は迷い、損は損なんだと。で、贈答とは、都合大心にあらずという権限、早く迷うつでした。今目の前にね、ものでもって本当に塔を作るっていうね、そういうのは無理の話だと思う。そういう権限をね、早く狙い撃つべし、ね、目の前にそれぐるみとして自己完結するのが大切なんだ。いや、今、あれですね、私が、折り紙で駒作って一生懸命回して駒なんてくだらないってこう言うかも
父愛心にあらずという君に早く投げ打つべきだ。これ、コマ、私がコマ作って、コマ回してくれる限り、もうコマでもって私は自己完結してるんだから、これ、塔を立ててるんだ。いや、あれ、なんつったっけな、維新の頃の、あれ、あれ、なんだろう、お車の巡り巡りで、今ここに立てる。立てたる外、まあ、これは俺がの歌作った維新の頃働いた下関の方の、ね、お寺に行った時にその人 の, あの書いた一部来たのがコマね、お車の巡り巡りで、それで今ここに立てたる外を塔がね、塔でしょ。これは俺がって、もう、お車っちゃうともう、ここに回ってんの。それしかし、だからそこにじっと立ってる。それは、もう私の外を、で、これは俺が、というのをね、あの、鍵、見たことある、じゃなきゃ。で、沢木老師もその歌を時々、提唱されたことある。本当にコマっていうのはね、一人楽しむっていうのは、あの名前がまた嬉しいね。結局、ぐずってない。で、じーっとコマ。私のあれなのは、ただ、コマ、折り紙はずっと回ってるね。行くときに、こう、本当に心が澄んでいくようなコマを作りたいっていうのはね、それでまた夢中になってるわけだけどね。まあ、そいつは、そうか。横道の話だけど、で、心を洗い、身を洗い、耳を洗い、目を洗おうって検問すべからなんない。結局ね、このとにかく自己完結して崩らないってことが大切ですよ。今この本当に、まあ、年寄りの人もね、年取ってきたら自己完結することを特に考えたい。いや、若い人そうだ、若い人もぐずってりゃいいと思うんじゃない。でみんなこれ見て、ね、ぐずらない時代が来るやんって言うと、世界はそれだけこの世界の文明が高度になった。これ、ね、今のようにみんなぐずり合いの広場になっちゃったらね、これぐずり合いが華々しいもんね。今のそれだけ低下した。まさに仏教に従い、知識に従いで、称号に知仏法を修学すべし、仏法の大道は一人の中に共感あり、一人の中に無量の諸仏なします。これね、一人というのは小さくて、無量というのは多いと思う。それで、今言ってきたような偏見も出てくるんだ。で、真実としては、一人はすなわち共感なんだ。それで無料、また無料なんて一人が無料なんだ。とにかく出会うところは生命の分身として、今出会うところを大事にして生きる重要がない。老い命はないんです。老い命ってなんかコロッとしたものだと思っちゃう。絶対違う。この老い命ってのはね、今の命は今生きるということでつながっていくんだからね。一層一目ともに真理になる。一層一目っていうのは自己じゃない。それで出会うところ、一層一目より出会うところ、このね、一層一目より他に何か自分って自己っていうのがあると、そういうふうにコロッとして自分っていうものを考えた。それで間違う。出会うところ我が生命の分身だ。一層一目我が真理にならざるはないんだ。一層一目ともに真理だ。万法不生なれば一心も不生なる。不生っていうのはね、このほろっとした一物がないっていうことです。この
大体人間っていうのは、お着だもんね。いや、ことにヨーロッパ人種ではお着だね。早い話がね、まあ、あれ、デカルトだね。信じ、逃げるのっていうの立ってた。ほいで、人間だけに心がある。そして、牛はまあ、心はね、だから牛はまくってもいいんだ。そういう考え方だね。ところがね、これ、人間だってね、心ってね、そんな決まったものがあるんじゃないんだ。だから、牛はまくってもいいくらいなら、俺も食われてもしょうがない。で、それが不祥だ。どうせ我々、牛あんまも食うんだ。まあ、まあ、あんまり食わない。みんな食うじゃない。魚とかね、食うわけ。その代わりに俺も食われてもしょうがないんだって、それだけ。まあ、知っとかなきゃ。それ、牛は、魚は食ってもいいけれど、俺は食われちゃいけないと。そんなことは、お茶で。万法不祥なれば一心も不祥なる。諸法実相なれば一心も不祥なる。で、すべてがね、諸法実相なんだからね、俺一人、たとえ一人ないといえども実相なる。力あれば一心は諸法なり、諸法は一心なり、これだ。だからこの一心はね、一心はその一心三害だ。また一心一作用。これも一心といった限り、私の生命といった限り、一切ぐるみだっていう。私は本当にこうして生きてるっていうのを、働けばこそこうして生きてる。そうすると働きの場っていうのも私が生きてる。そうすると働きの場、それぐるみが私なんだからね。それを俺の頭だけが何とかへそくりしようという。それが、野望、野望中、野望だよ。力あれば一心は諸法なり、諸法は一心なり、全身なり。自身と万法の二つに分かれる以前の全身だ。一切法、万法、それぐるみの自己を生きなきゃならない。相当と面しぶいならんときは、仏家五大真の仏性も無意なるでしょう。まあ、大体ね、無意と無意とって分けるね、これ。仏教じゃ、あれは無意の話、これは無意のことって分ける。これ一つの価値観。ところがね、本当の仏法はね、無意と無意と分かれる以前の大切なの。でそういう外側に向かってね、自分より外側に向かって、これは無意だ、これは無意だって、これの話じゃない。そういうその価値選択しちゃダメ。そうでない、ここのどうせ我々どっちどう転んでも命生きてるんですね。これの深さの中にね、無意のその生き方と無意の生き方とあるわけ。だから深さの話です。これを平面的に向こう側に並べられた無意無意のことばっかりしか考えない。無意無意って言うとね。ところが今そうでない。そういう無意と無意と分かれる以前の深さの無意っていうのが仏法なんですよね。相当と無意、もし無意にならぬときは、無意は菩提心によって仏性もまだ無意。いやもう浮いてたら気が浮いた。真如仏性、これ浮いにあらざるゆえに同等不動、すなわち浮いになる。すべてが生命に結ぶすぎば、一体会議はね、真如仏性も浮いてない、同等不動も浮いてない。同等不動、すなわち浮いにあらず、無意の発母大心だ、無意無のも不動。本当に
信仰もしゃってね、高いもう浮いてないんだから、どもうどっちに転んでも浮いてないところに生きてんだ。でその創造人をすなわち無意にある、無意の細子大師、無意プロの苦労ただまさに創造人を問うは細子大師になると、欠如信念すべきになる。結局今その出会うところは生命の無意心としてですね、で今働いただけが働いた、今細子大師した、木工の行眼、これより象徴する人。どうせね、我々みんなどっちでも転んでもお命生きてるんですね。私もお命生きてる、あなた方も皆さんみんなそれぞれお命生きてる。しかしながら、まあ今これ あなたと私と別々のね体を持ってるとしたら、これ一体何、一つのお命生きながらあなたと私とね変わってるのは一体何なんだ。これ物の配役なんだ。私は配、私も配役を生きる、あなたはあなたの配役を生きるってことね。それのみんな配役ですよ。今この世の中に生まれてきたっていうのは、いわばお芝居に登場した、お芝居に登場したらのお互い同士配役、こういう顔形を持った人間としてね、配役なの。その配役を生きる。ところが、そのみんなね、配役っていうと、もうちょっといい、ところへ生まれてくれよかったわって、ね、その人の配役ばっかりを羨ましがある。それでもうちょっとあれしたら、いや例えば女の人でも、その女の人っていうのは、結婚する、誰と結婚するかって言ったら、またその階級が違っちゃうらしいんだね。あれ今、ね、朝日新聞の、なんていうの、小説で、ね、見ててつくづく思うね。あれ、ね、よどみっていうのがね、今、お茶ちゃんっていうので出てるね。お茶ちゃんっていうのは、その、おふくろさんから言って聞かされたのは、女っていうのはか弱い、その力のないあれだけれど、どこ誰と結婚して子供を産むかっていうことでもって天下取ることもできるんで、そういうふうに教えられて、それを守ってちょっと、ね、太閤秀吉と結婚して子供を産むもんっていう話のところが、まあ、今出てるわけですよね。そうするとあれ、まあ誰と結婚して誰と子供を産むかっていうことで、それで俺が天下取ることも絶対ような気持ちになるっていうのはね、これ低すぎる話だ。本当にね、天下取るって言ったら誰でも彼でもみんな天下取るんですよ。俺は俺を生きるっていうのね。それでみんな天下取って生きてる。俺子供でもって命がつながるって考えるのがまた女がある。みんな命と、大きい命としてつながってんの。ところが、今の、あれは子供を産むことによって命がつながるぐらいの、子供ってやつがまた、あんまり当てにならないやつね。これ、成長してくりゃまた他人になっちゃう。要するにね、思いで出会えば全てが他人だ。この頭だけで出会うとね、誰でも彼でも他人なんだ。心が命として出会えばね、すべてが我が身内なんだ。だから、お釈迦さんのあれじゃ、三界は我が、その中の修行をことごとく我が子だ。要するに、命として出会ったら、もう何もかも、その、我が身内です。ほら、思いつくで出会ったら、我が子でさえも他人。それを、我が子だけは、自分の我が子である、血のつく木である。そしてその他のやつはその他人だとこう思うからね。そうすると話が間違えちゃって、
トぐらいの赤ちゃんの育てて奥さんからみんな他人がそれをよくしたところが老いの血として出会えば全てが我が身の血です。だから三代は我が身その中の修行ほど我が子だから出会うところ我が生命と私が誰か何かをやるんだったら我が生命に出会うというつもりで一生懸命やる。誰かと人と出会えばその人が我が生命だと思って出会う、まあ、そういうつもりであるしかね、全てが我が生命ならざるはない、我が身内ならざるはない。そうするとこれだんだんそういうあれになってこうだんだんその深さがあれしてくると、まあ晩年は豊かなところがありますし、金だけ貯めてるっていうのはね、晩年はどうせ寂しい。それに対して全てが我が身内っていうので出会うところ我が生命を働いてだんだん豊かな晩年をとなってくるもの、これ当然の話。それで結局ね、今どれがいい、これが悪いっていうね、話じゃない。自分は自分なりの配役なんだ。その配役をまっすぐに生きることだね。それで、だから、みんな天下取ってるんですよ。太閤秀吉と、あれして、太閤秀吉の子供を産んだから、天下取るんじゃない。そうじゃない。誰でも彼でも天下取ってる、その天下を取ってるのは天下を大事にしないから天下から損かれちゃう子供が。それでそうです。それで今私は私の配役っていう限り、私の配役はいかに名人芸をやろうか、それだけが狙いだ。この狙いがね、だから木工の行間、これより象徴するした私の私は私っていう配役を生きるっていうところをね、そこにどう働くかっていう国国の整備の方法も開ける、それが国国の行間、これより象徴するし国国万号靴でからざる欲しい、そういうね、自己が自己完結するっていう方法を持てばこそ、どこまでもね、新しく出直して、やり直しに、ね、やり直し、やり抜こうっていうね、欲しいが出てくるわけ。これまあ、私、ご覧のようにね、大体、育児のない男だ、それで、頼りない男だ。ということはまあ私も知ってるし皆さんもなるほどなと思ったんですけれど、それだからやることなすことを手間ばっかりして、失敗っていうのを、次から次へとやってきてるわけ。そのところが私のちょっと変わってるところは、我失敗を恥とせずそこは失敗をね大っぴらにやるっていうことで、それで、あ、俺失敗したってね、俺認める。それと同時に、しかし、やり直そう。俺、やり直す。出直す。俺、欲しいし直す。どうせこれ、生きてる間、迷いばっかりですよ。どうせね、俺はお互いさん。しかしながら、迷った行動したと思ったら、次の瞬間、また、冷めて、で、出直そう。やり直し、やり直し、出直し、出直しってことで、くすべからなる欲しい、これを天仏文房と、これが仏さんを、仏さんに聞いて、お説法を聞いてるってことだ。お命っていうものを見つめてればこそ、本当にやり直し、出直しっていうのをやるわけで、いや、本当に私が、でも言うけどね、大体世の中少子なんてものはいるわけないですこのよく仏道修行するのには少子につくことが大切っていうようなこと書いてあるから、
で、少子ってね、いるもんだと誰が少子だろうって一生懸命協力がしたい。何少子なんてのはいるはずがない。これ、誰が少子って決めるの。結局自分が、自分が物差し持ってるさ。それでこの人を測って、あ、この人は少子だ、こう思うだけ。そのところで自分の物差しから出発して、ね、物差しが変わればあ、これは少子でないけど、また変わる。ほんでね、そんなもんじゃない。少子って言ったら、そういう、二つに分かれた以後のもんであるべきでない。全く二つに分かれる意味で、老い命そのものだ。だから、まあ、座禅そのものが少子だ。そういう、座禅そのものに照らしてですね、そして出直し、出直しっていう。私自身もそれだけできる。ただ、実際に、まあ、師匠がついて、この師匠についてということも大切だ。師匠について、師匠というのはね、一切師匠に従うための、稽古台のもの、師匠という。例えば、沢木同士に私がついてる。俺、私が一切修行に一生懸命の使える、ね。それの稽古台として一生懸命沢木同士についてる。でそのサークル同士につくことによって私がまた一切修行につくことを身につけてついてくるわけだしね。だから師匠につかないやつはダメだよ、やっぱり。で知るべし目的を集め程度を重ね今後に尻尾を集めて造物祈祷をする、すなわち心を集めて造答造答をするな。これで、まあ、造物祈祷を切ったからね。だから、目的、デーと、今後の出法ってこう、まあ、言うわけだけどね。早だし、今、造物祈祷を切っても、今、私が言うように、土木建築の話じゃなくて、実際に自分が自己完結するして生きるっていうことが大事だもんね。それで自己完結して生きるって言ったって、外のものを取り去っての自己じゃない。一切ぐるみ、私の出会うところ、それぐるみとしての自己完結だ。それで、今出会うところ、目的を集めて、とは、重ね、今後の尻尾を集めて、造物祈祷する。すなわち、一心を集めて、造物を造作するな。一切ぐるみの本意の地を、集めて一切ぐるみの本意の主として関連する。空空を集めて産物するなり、空っていうのはこれ何もこれって言ってね、あるもんじゃない。これって言ってつかめるもんじゃない。そのこれといってつかめないもの、それを集めて産物する。あるいは心身を念じて造物するなり、今言うように、骨の大神器って何も、もう特別なものがある。生命が生命になるだけだからね。とうとうを重ねて、ぞっとをするなり、ぶつぶつも現状を接して、造物するなり。生命発現のところに生命発現するんだし。だから、事実、ぶつぶつ現状のところに造物する。春が家に今日に曰く、この種類をなすとき、この種類をなすとき、十方物皆現ず、知るべし、一種類の差物なるときは、十方種類物改元なり、一方の差物なるときは、諸方差物なり。これはね、法華経方便本、お釈迦さんがね、釈尊が浄土をされてから、後、三七日の間、三週間ですね、じっくり修理された。で、もう、お釈迦様が悟られた、この法はね、本当に深い話だ。こうしてこれ、微妙にして、最も第一なり、こ
ところがそれに対して主情は苦に持つ在してこの法を信ずることはなる。この主情ってやつはね、それこそトラブルでもって何だかんだってやってるところに、生きがい感じてる代物なんだからね、あれちょっと低すぎて、この有数になる仏法の話はとてもわからないだろうって、まあ、考えられない。それでもって、我、むしろ法を深くして速やかに涅槃に入らってきて、もうこれは仏法の話はしない、このまんま涅槃に入ろう、というふうに考えられた。そしてからね、しかしながらそれから、ついで、それにしても過去の仏は、みんな法華経を、方便を持って説かれてるっていうね。方便っていうのは、方便っていうのは大体、嘘を言うことってこう、まあ、思ってるけど、そうじゃないね。方便っていうのは、その方に便っていうね。まあ、この人がこうだって言うんだったら、その人の方に便にあるように、便にあるようにっていう、その応じて、こう、説くっていう話なんで。ついで過去の仏には両弟子ところの方便にあり、我今弟子ところの道もまだまさに三条をもって説くべしとって、ね、要するにそこでもってお釈迦さんが仏法そのものを説くんじゃなくて正門、円覚、菩薩の三条の道を説こうってこう考えられた。この私有はなすとき十方仏皆現に全在釈迦門でね、お釈迦さんがそういうふうに考えられたのに、その十方仏がみんなに現れて、そして、吉原釈迦門って、ね、言われたっていうところで、これ左弟子唯一十方仏開眼とこうというんですね。つまりその知るべし一周囲の差仏なるときは十方周囲仏開眼なり、十方の差仏なるときは諸方差仏なり、本当に狙いがこうお釈迦さんの前に自分の生きる狙いがパッとこう決まったとき、そうするとやはり十方私有物がみんな出てきて現れる。お釈迦さんだけじゃなくて、お釈迦さんだけじゃなくて天地いっぱいで、これお釈迦さんが本当に私有したとき、この十方これ十方私有物ね、それがみんな一切が現れたということです。それで今度その釈迦牟尼仏の玉く明星出現、これと大中上同時上とってね、このお釈迦様がその悟られた時ね、これまあこれじゃないこのお釈迦様こう座禅された時、これ十方明朝出現に悟られたとき、その時にこの一切ぐるみ、この我と大中浄土同時浄土、これがもう全部が浄土。